あ、本当に、はい、いや、それちょうどね、あれだったんですよ。行きたくてしょうがなかったんですけど、ちょっと行けなかったんですよ。もうやらない。タイミング逃すしたら、もうか、取っとくんですよ。そんな言うけど、お店ずっと営業しながらだから、私。営業の話をしたらしょうがない。よいしょ、あのね。今日は明日やろうって言ってるわけじゃないですからね。まあね。いやいや、でもそれでも、ほら、スタッフの休みをもうこう、利用ができたから、ね、代わりに代わってくれっていうのはちょっと言わない主義にしてるんでしょ、私。いや、いけん、残念や。夜もしてくれて、今日のまた夜しろって言うんですかって、ダメですか、また今度で、みたいなね、やりとりをしたの覚えてらっしゃいましょうか。あ、ちょっとね、下が3番目。あ、何で分かった。老眼の入ったおばちゃんにちょっと親切に教えてくださいね。はい。ただこれでログイン。何でないじゃないですか、本当に。いや、だから言った女、私の。よくあのポスターは、プリントアウトできましたね。それができるマウンみたいな。いや、それをとりあえずしたんですよ、はい。で、それを、こう、いろんなとこにこう、出すことができなかったから、プリントアウトして、とりあえずもう、あの感じで目から出そうと思って。それはできましたよ。今、友達何人なんですか？どこ見たらいいですか？左側の下の、この統計情報。統計情報？何もいないでしょ。7人。一人ブロックされてるじゃないですか。何これ？ていうか、自分で入って一人でブロックってどういう意味これ。なんでこれ、なんでこれ、まあまあいいです。でもこれ最近じゃないですか。昨日人じゃないですか、誰か。本当だ。今日か、16日だから。でも待って、友達数って急に出てきてるじゃない。あ、これ関係ないか、一人か。あ、そうそうそう。一番最初。へぇ。7月23日。あ、じゃあ、ポーンって始めた次の時になんか入ってくれてるんですね。だんだん勝手に増えてるんですね。自分たちで入ってたんじゃないですか。そうそう。だから、これはブロックでいいんじゃないですか。別にそんなの気にしようとは終わらんすか、うん、終わらんからね。はい。たら、これ。必ずやらないと、はい、埋めないといけないページが、まず左の下の、はい、まだ下の、はい。あ、ちょっと行き過ぎ。このアカウント設定の、はい。ここ全部埋めないといけないでしょ。はい。じゃあ。これ、私の顔とかにした方がいい。それともお店の方がいいですか？お店の方がいい。はい。了解。はい。一言。はじめまして。じゃなくて。ここは多分検索にかかってくるので、エリア名と業種名を入れておいた方がいいと思います。了解です。なんで川藤さんの方があるんですか？なんだ、あ、これ？いや、それはやっぱ押さえとかんと。読んでないけど、バラッと始める人のパンパンですよ。なんでなんで、うん、このバラは嫌いです。嫌いだ、はい、結構も最近のやるボックスにいかんって人が増えたりする、うん、なんでこれを出したために。いや、その前から。あ、そう、はい、うん、まあでも好きスカンはあるけん、うん、まあ要はね、私たちにしたら話はなるかもしれないけど、こういう路線の女性が勝つことも一応知っておきたいなっていうので、要するにこれの延長上のこれない、私からしたら。まあいいでしょうね。え、自分で話題振ってバサッと切るやん。まあもうちょっとこういう。なんかそういう好き嫌いがはっきりしておくって大事じゃろうね。私みたいになんかこう、なんでもみたいな、こう、路線をサザエさんのせいにしとんのいかんのかもしれない。量たくさん飲みます？いや、飲まない。たくさん飲まない。コーヒー好きじゃない。大丈夫です。あの、お気に使いなく。
20文ですかね。まあ。はい、そんな、あ、そういうことします。はい。20文字中19文字使いました。で、編集する。ここは何かというと、今では私と吉住さんとの LINE がまあやってないけども、だったじゃないですか。これ、このお店のやつを作ることによって、私と春町のお店とのトークができるようになるんですよ。っていうことは、24時間ある意味 LINE やっとかないかんっていう話にもなるかもしれないですよね。まあもちろんこっちにも来るんですよ。来るんですけど、例えば今日空いてますかと。はい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 。そういうのを、まあ、一個一個答えていかないといけない、はい、恐ろしいツールにもなるってことですね。そうそう。繋がりやすくなる。あの楽天出てた、あのバッグはもう少し安くなりませんかとかいうような交渉が要するに、寝てるのに。ないよと。で、送った側は、すぐ既読になるんですよ。はいはいはい。こっちは見てなくても、これで既読になるんですよ。あ、でもさ、じゃあ例えば、朝10時から夜の7時までの、その営業時間内の対応だけになりますっていうことで、最初からお断りを入れとくっていう。だからそれがこの自動オートメッセージなんですよ。なるほど。だからこの時間内であれば、すぐ返信できますけ ど、 なるほど、そうじゃない場合は無理ですよ、みたいな。うんうんうん、ということで、タイトルメッセージは。もしそのお店トークってやつをするならですよ、うんうんうん。私が管理してるお店はほとんどやってないです。ああ、はあ、はあ。もうできないから。うんうんうん、で、その1回でやると済まないじゃないですか、絶対。うんうん、電話してきてくれた方が早いじゃないですか。はい、はい、そうです、そうです。だから私が知ってるお店はお店トークできないように設定にしてて、わかりました。で、その今の自動返信メッセージのところに、うん、お店と、うちのお店はお店トーク使えないので、よかったらメールか電話くださいみたいな感じにしてます。じゃあ、ここに、ご注意とかお詫びとか、なんか今のところのやつね、もう一回戻ってください。はい。これ編集したいですよ、これ。ベーシックをして。ベーシック。ああ、これね。ちょっと待った。わかった。ベーシックに。ベーシック、ここでしょ。この中ね。あ、これはタイトルメッセージ。そこは多分、あんまり関係ないと思います。関係ない。はい。この格好してブラシって何ですか？あ、さっきのこのプレビューみたいなの分かるんですけど、あれ使えるんですか？いろんな絵文字が。ありがとうございます。ある私の名前つけたらいかんだ。あくまでもここはあれね、主人公が応対してるのはお店ね。はい、で、申し訳ございませんが、このアカウントでは。できないのですじゃなくて、申し訳ございませんが、当店の LINE とかではみたいな感じに書いた方が分かりやすいかな。はい。はい、保存。あ、この時間指定。そこに例えば電話番号とかも書いておいてあげる方がいい。
親切だと思うんですよ。はい。直接カンナ入力なんで、これでいいでしょうか。まあ、あと開業するとか見やすく、まあその辺はあと自分でやったらいいですね。え、そんな開業所が見やすい、はい、メッセージありがとうございます。メッセージありがとうございます。じゃあこれでいいでしょうか。でこれあれ時間が時間もう全部いつでも勝手に自動で返信されればいいと思うんですよ。だから別に指定しないでいいんですけど。ああ、これを送るっていう時の指定ね。はい。はい。じゃあタイトルメッセージは何もいらない。営業時間のお知らせ。まあそんなでも。じゃあ保存します。保存。続行しますか ?OK、うん。はい。成功しました。OK。はい。で、今のは、その、じゃあ、お店トークやろうかなと、ラインアット分かってきたからというときは、ここで設定ができますんで。はい。分かりました。じゃあ、それで、今みたいに設定する。今は。あ、新規で、今みたいに、いくつか作るってことか。はい。はい。あとは、もう一回またこの下のアカウント設定、左側の下のアカウント設定。左側のアカウント設定、はい。で、これ。あ、多分ですね、これ一番下に保存があるんですよ。はい。あ、そこ保存押さんかったっけか。ないのか。あ、でも多分なってると思いますよ、多分。あ、なってます。はい。あとは、はい、まあ、これ全部やれるときりがないんですけど、うん、やらないといけないところで言いますので、メモっといてください。はい。次は、プロフィールですね。僕は写真に入ってみようか、うん、これ結構このサイズ守って入れた方がいいでしょう。はい、あのビヨーンとかビヨーンとかなってます。うんうん、分かりました。これはいわゆるその LINE のホームっていうやつで、スマホ持ってます、ね。うん。はい。LINE ちょっと開けてください。はい。そして、その他に行ってもらって、で、公式ページで友達追加。で、フルフルって押してみてください。そして、行ってください。OK をしてから。OK をしてからフル。あ、端末検知。一回。設定に戻って、いいですか。設定、はい、設定は前橋でしたっけ。ラインのやつをオンにして、はい、はい、でもう一回先のラインはい、なんかフルフルして、そうするとこれで友達になれるんですよ。
お店のやつ。はいはいはい。普通はこれ私と吉住さんでやってたのが、今はお店のやつができたからこれになれて、これ半径1キロ以内で、うん、あのラインアットを持ってるお店って出てくるんですよ。でもこれは多分今公開されてないかなんかだから出てこないんですよ。っていう状況が作れるんですよ。はい、で、この、じゃあ、もう一回戻ってもらって、はい、もう一回戻ってもらって、はい、次はなんか閉じてもらって、はい、公式アカウント、はい、でこの検索にリュストって言ってください。カタカナでリュ。ラリュ。リュスト。リュスト。パン屋なんですけど。うん。はい。出てくるじゃないですか。うんうん、なそれちょっと押してみてください。はい。それで追加する。はいはいはい。で、今来る設定にしてるんですよね。うんうん、で、これが今のやつがどこかっていうと、友達追加時挨拶ってやつなんです、うん、ここも今やらんといかんですプロフィールの前に、はい、ここはちょっとむちゃくちゃ時間かかると思います。はい。で今のこの内容、今これ3行ぐらいしか書いてないんですよ、最初のやつ、うん、このルパンリストのやつを見ながら真似して書いていただいてます、うん、どんなお店ですとかどこにありますとかトークってやつをしてたのに来てみます。はい、わかりました。じゃあ。で、この時に大事なのが、はい、ほとんどのお店は、このメッセージだけ送ってるんですよ。はい、でも、そうじゃなくて、それだとお店にとって、まあ、メリットあるけど、お客さんにとってメリットないじゃないですか。はい、だから、ここみたいな感じで、5% 引きクーポンみたいなやつをつけるんですよ。うんうん、なんかこう、あの、取って、今みたいに、こう、なんか、出ないと、こう。そうしないと、お客さんにとってメリットないでしょ。今日の会計時500円オフしますとか、いうクーポンを作るんですよ。で、そのクーポンが、この PR ページっていうやつで、はい、この PR ページを作るためには、この配信コンテンツっていうところは作るんですよ。はい。もう理解不能になってきたりします。いや、大丈夫。はい。OK です。わかりました。ここまではついていけます。はい。はい、これをやっとかないと、LINE やっとくと効果がない、うん。なるほど。だから、せっかく今から何もできなくて始めるんだったら、これをしといからやる方がいいですね。そうそう。はい。ここまでは大丈夫です。はい。今のプロフィールっていうとこはさっきのホームのやつですね。はい、ここも、もう勝手に書いておこうか、うん。で、ホームのところにもコメント来るんですよ、はい。ホームっていうのは、我々の個人のやつで言えばタイムラインのことなんですよね。はい、でタイムラインのところに、いいねとかコメントとかつけてもいいですかと。まあ、つけていいと思うんで、こう受付の人っていいと思うんですけど、LINE、うん、アットはコメントがなんか来るじゃないですか。この店行ってよかったよとか、うん、安く買えたよとかいうコメントが来ても、全部承認制なんですよ。うん、承認、Facebook もすぐ載せるわけけど、うん、これは承認制なんで、載せたくないものは載せなくてもいい。自分たちでも、はい、うん、あの判断できるっていう意味では、はい、うん、ですね。はい、でここもそのスタンプとかつけたときは自動で承認しますかどうするかなんで、これは自動で承認しますにしとっておきます。はい。はい。で、保存。はい。そしたら、これで、もう、最初の、なんだっけ。あとは、だから、その配信コンテンツを作って、PR ページっていうやつを作るでしょ。はい。そう、まあ、いわゆるクーポンですね。うんうんうん、それと作ったら、これ今、有料で申し込んだんですか？無料で申し込んだんですか、ね、今ね、だから無料のキャンペーン中だったんですよ。ああ。うん。だからお金が一応かからない状態です。はい。まあ私はそのかからない状況でずっとやっていっていいと思うんですよね。うん、で、お金をかけない方法としては1ヶ月に一遍しかメール送れないんですよ。そう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 。でももう1ヶ月に一遍だといいと思うんですよ。自分の方からなんかするっていうのは。はい、で、もっとかけたいってなったら有料なんですよ、ね。そう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 。なので、いや、お金かけないでやりたいっていうところがあります。そうそうそう、はい。全然それでいいと思います。はい。で、その今の1ヶ月に1回ってやつはこのメッセージなんですよ。うん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 、で、このホームの投稿ってやつは何回でもできます。はい、無料のやつでも。はい、でも、こっちの方を見てくれるのは大体 30% ぐらいかなって感じです。こっちやったら 50% ぐらい、うん。ただ、ほら、こう、たくさん人がこう、見てる状態にしないと、こう、なんか、ね。だから、さっきの、今の、例えばルパンリスト1ヶ月で100人ぐらい増えてるんですよ、うんうん。っていう状況にしていけば、うん、効果があってくるんですよね。はい。そこを増やしていかないと。わかりました。そこのお店をちょっと参考にしながら、やっていきます。はい。はい、じゃあ、一応 LINE はこれで。まあ、
15% ぐらいしか話してないですけど。本当やばい、もっと話してくれる。え、やばいです、じゃあ。いやいや、もう話さないです。で、あんた、何型？え？何型？ A 型。え？はい。なんか B 型じゃない？ A 型です。え、ほんと？几帳面っていうのなんか意地悪やね。そんなことないですよ。いや、でも的確やな。すっごい的確ですね。宮野先生。ちょ、この宮野先生。Facebook を開いてください。あ、わかりました。はい。今、アプリのやつを見ました。はい。ちょっとこれ一旦あれして、ちょっともう一つ追加してね。宮野くんが仕事、これまだ仕事じゃない、これは。ないんですか？違う違う、今、うちと私の今これやり取りしてくれた。これ仕事じゃない、まだ、全然。まあ仕事って言えば仕事ですけど。いや、ていうか、大体最初に知り合ったきっかけが、はい、餃子好きから餃子パーティーするから、うん、ね、集まりましょうから始まって。はい、いや、でも、ある意味、もともと知らんのに、Facebook で知り合ったっていう意味では、あるでしょうね。なんか。Facebook でいっぱい仕事が増えたでしょ。もう、私は様々ですね。でしょうね。とりあえず、わからん人間に、わからん私たちに、いいね、いいね、押し続けてくれるから、この人、親切だな、みたいな。これがそのアプリを申し込むための画面なんですよ。はい。アプリ、私のアプリ見ました？撮りました？撮ったっていうか無料でしたよ。いや、無料なんですけど、はい。みんな無料なんですけど。ちょっと待ってね。こっちじゃなくて、これでしょ。そうそうそう、うん。そういうやつを作っていかないといけないんですよ。うん、で、これが作るのに、頑張って作れば2時間ぐらい作れるかなと思うんですね。はい、で、作ったら Google と Apple 社に申請をするんですよ。うんうん、でその手続きは、この開発元の岡山の会社がしてくれます。それが月々9800円かかるんですか？そうそう。まあ、申請なくて、まあ、このアプリ持つ費用ですよ。うんうん。要するに、ホームページを結局、まあ、あれでしょ、その、ずっとこう、サーバー、まあ、サーバー運用みたいなもん。そうそうそう。で、それが1年間は最低契約してくださいね。っていうのがくくりなんですね。はい。はい、もうそこからだったら1解約してもいいですよ。わかりました。じゃあ、でもちょっと、アプリという、だから、こういうのは新しいんで、だから、ぜひやりたい。例えば、その、こっちも LINE の進化版なんで、うん、いわゆるピローンとかブルブルのさっきのメッセージがこっちは送り放題なんですよ。だから LINE は無料でやって、うん、LINE1 回でしょ。で、こっちいっぱい入れてもらって、こっち で配信していく方でもあると思います。はいはいはい。で、そういうのを始めましたってことで、こう、Facebook を有効。はい、Facebook とかホームページとかをこう、まあ、ハブにしてるというか、そうそうそう、そういう量でこう、広げて、はい、だから私も こっちから、ブログとかホームページとかよく飛ばしてますよ。結構見てくれてます、ね。はいはい。で、こっちの方は、ピロンって言わせない発信もできるんですよ。はい、だから、例えば、毎日5時に、例えば、お得なやつの情報を発信するって、例えば、なんか、周知できていけば、もう、その予約配信とかしとってもいいじゃないですか。うんうんうん、はい。そんな感じで、毎日5時に、この、春町のアプリがお得なやつ来るから、いつもこの時間見とかないといけないな、みたいになっていく。はい。じゃあ、お申し込みはこちらから。はい。